石薬師高校バス停にて、鈴鹿市、コミュニティバスは、2000年3月10日より30件、鈴鹿市西部で運行を開始した、コミュニティバス。愛称は、コミュニティ、シティ、シビルの頭文字をとり、シーバスと名付けられている。運行は、三重交通に委託されている。シーバスが現在走る鈴鹿市西部には、三重交通の廃止代替バスが運行されていた。しかし、 運行本数が少なく、さらに運賃が高いなどの問題を抱えており、収支状況は悪くなる一方であった。また、これらの地域は、鈴鹿市全体に比べて高齢化率も高く、それらに対する交通の確保対策も求められていた。そこで、鈴鹿市はこれら状況を踏まえた上で、1997年度から地元、バス事業者、行政、専門家を交えて、 地域交通のあり方を基本計画時から実施計画及び運行後のフィードバックまで4社共同で行うこととした。このようなプロセスを大切にした計画づくりと地域に支援された運行システムによる方式を鈴鹿方式と呼ぶことがある。具体的には以下のような方法が取られている。設定前の段階で高齢者や主婦といったバスを利用する。 可能性が高い層へのインタビューやアンケート調査を行うこと運行計画の地元説明会などを行い、それらに対する意見などを取り入れていき、利用者の本音に合わせたバスのシステムを作ることこれら施策を通じて地元住民にバスに愛着を持ってもらい、バスの成長は自分たちの手で行うという認識を持ってもらうこと。これらの施策はこうを創しており、利用客は 着実に増えている。その後、南部地域に対しても、既存路線バスの廃止など、公共交通が大きく不便になった地域が発生したため、2005年10月から2008年3月末まで、試験運行が開始されることとなった。C バスでは停留所番号制を導入しており、バス停表には停留所番号が大きく記されている。また車内放送でも、次は番、ですと、 停留所番号を先に案内する。区間運賃制を採用しており、一区間のみの利用だと200円。下記確保、囲みの停留所を超えると100円ずつ増える設定となっている。例えば、長沢からならば、JR 傘登る駅及び JR 川の駅までは200円。それを超えると300円という設定になっている。運賃は、小学生から必要で、小学生は半額。 障害者の方は障害者手帳の提示で区間に関わらず100円。運転免許証を自主返納した人は運転経歴証明書の提示で同伴者1人まで半額。2019年11月1日から全国交通系 IC カードと委託先の30交通が発行しているエメカが使用できるようになった。IC カードで支払うと1割引きとなる。また、 導入に伴い乗降方式は後扉乗車、前扉降車となり、今までと逆になるので注意。回数券の販売は2019年10月31日で終了したが使用することはできる。券種は100円券11枚綴り及び50円券22枚。綴りがそれぞれ各1000円。椿、平田線、ラインカラーは赤である。省内、神戸線、 ラインカラーは青である。シラス、平田線、ラインカラーは紫である。太陽の街、平田線、ラインカラーは緑である。2006年3月まで実証運行が行われ、以下の2路線が存在していた。2021年1月、市の宮地区で新たな交通システムの実証実験として乗り合いワゴン事業が始まった。利用状況などのデータを取り2年後の本格運用を 目指す。日のリエッセを利用している。デザインは明るいひまわり色で、遠くから見ても一目でわかり、近づけば乗ってみたくなるデザインをコンセプトとしている。2016年10月1日から一部車両が日のポンチョに順次更新されている。ありがとうございます。